スーパースター、はい、フィッシングスーパースターです。今日はねサーフにやってきました。で、何日か目はねこう結構釣れてる情報があったんですけども、その時ベイト入っとったみたいなんですよね。でも今日来たらベイトはいませんまあいろいろ狙えるかなと思ってきたんですけども、ベイトがおらんってことで居残り組のフラットフィッシュヒラメをね中心に狙っていこうかなとちょっと思ってます。釣れたらいいかなで、まずはシンキングのはるか125のシンキングで YS81 のシャープ、これは何やったかな、6に書いてあります。このルアーをパイロットにして、まあなんとか1本ね釣れたらいいかなっていう感じの釣りをしていきたいと思います。まあ本来やってみます。まずはこっから、そのままこっから、ちょっとね落としてから、この手前もすごい怪しいな。まあ実はこれね、あの下見に来た時はあっさり釣れたんですよね。で明らかにイワシが見えてきて、そんな状態ではないかな。動画撮れとんか、あ、撮れとるなこれ。ヒラメ？イエーイ！ヒラメだ！トンボは焦げたけどヒラメゲットっすね。ヒラメいた！では早速ルアーチェーンします。ルーディッシュ、これルーディッシュね、ちょっとずつね移動しながら、よしやっていこうかな。これは困ったぐらい雰囲気がないな困ってしまいますね。やっぱ飛ぶね。そこするな、このルーディッシュやと。そこ小突きすぎかな。これで投げてみます。はるか125S に変えました。はい、イワシおるやん、おるやん、目の前イワシおるで。イワシちゃうんかな、あれ。釣れた？釣れなさそう？釣れなさそうですね。移動する？移動しましょうか。うん。トンビが旋回してるけどな。さっき死をあんまり考えたことないって言いましたけど、なんか死を緩い方が。ああ。
たまる説みたいなのをちょっと考えた。ただこの間ガイが釣ってた時は大潮やで、あれ大潮でしたか。あれ大潮ちゃうか、あのあれ特にもっとちょっとちっちゃかったと思う。いや、ま、新月の大潮ちゃう、今回新月の大潮で来たで俺ちゃうか、昨日ぐらいほんま今日まさに大潮。あ、そうな、月曜日中潮ですね。中潮か、あ、中潮や、あ、そうや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 、しかも午前なんで全然動いてない時なんですよ、潮が。ああ、釣れたんが、で、わかんないですけど、わかんないですけど、うん、プランクトンとか溜まりやすいんかなと思って、うん、あの流されやすいからどっか溜まるとこあってちょっと開こうとかね。ポイント移動してきました、ポイント移動ね。ちょっと潮が引いてきだしましたね。ここはね、ちょっと鳥がおるの、鳥さんがいてますんで、ちょっと有望ですね。なんだか釣れそうな気はしますね。早速ね、サラナ125の S シンキングのサラナね、これで、やっていきたいと思いますが、ちょいちょい石もあるし、いい感じですね。これチケもトーンとちょっと掘れて、そこ浅なってて離岸流がありそうな感覚のするとこなんで釣れへんかな。イワシは見えてはないね、これ。イワシは見えてはないんだけども、鳥がおるってことは非常にいい気はする。よっしゃ、なんやこれ、お、なんだこれ、君は誰だね、水面、おー、引き波で、うわー、やばい、怖い怖い怖い、引き波に持ってかれるよ、君は誰だね、おい、イエーイ、ソゲッチ、イエーイ、やったー、ソゲッチ釣れた、ちっちゃいですねありがとう、釣れてくれて、ごめんごめんごめん、よっしゃ、手乗りヒラメでございます。手乗りヒラメパラッパー、ガイ釣れたでよし、リリースします。よいしょ、ありがとう、ありがとう、よし、はい、ゴー、あ、いけるか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 、おい、いった、はい、元気、グッドラックやった、チャイチーやけど、ラメヒーが連れてくれました。やっぱ鳥おったからベイトおんねやろね、これ。まあサイズが究極にちっちゃいですけども、究極に、ね、でもあれがおるってことは大きいのもおるんちゃうんかな、知らんけど。え、ベイトおった何何メゴチかなんか、おお、メゴチやな、メゴチやな、
刺さってきたっすよ。くるくる釣れたん、釣れたん、釣れたん。めっちゃでかいな。目心地いい。ボトムバンピングしてるのね。そうっすよ、うん、確実に釣る気満々やんけ。え？ミノ、ミノやろ、ミノ。ミノやんの？ミノやろ、ミノ。タイついてんやったらミノの方が釣れるで。そんなことない？お、釣れた？おい。可愛らしいな。さっきより大きいな。俺のより大きいな。サラナの90円ね、これ。可愛いやね、もう良かったね。良かったっす。逆光なんだ、釣り。はい、おめでとう。どうぞお逃がしください。ん？行った？行った？どこ行った？あ、ここにおる。どこ？砂に潜った。あ、行った行った。はい、おめでとう。携帯返すわ。ちょっと歩いてきました。離岸流っぽいのね、白濁りがあるところ来ました。じゃあ説明します。こうね、白い、まあ、潮目か離岸流か、白い流れがあるんで、この周りね、やってみます。で、鳥もね、結構この周りにおるからいいと思うのよね、ここ。